素子化学講座は、フォトニクス技術と半導体集積回路技術とを結集し、バイオ、医療、科学などの分野への応用を目指した新しいフォトニクスデバイスの研究を行っています。例えば、人工視覚、失明した患者の眼内に開発したフォトニクスデバイスを埋植し、口角の一部を再建することを目指しています。また、マウス、脳内埋植フォトニクスデバイス、埋植フォトニクスデバイスにより、自由に行動するマウス、脳内のリアルタイム分子イメージングを可能とします。これらのデバイスを最新の超微細半導体集積回路技術と光電子半導体技術を駆使して実現しています。光機能素子化学講座は、来るべき超高齢社会に貢献する新しいフォトニクスデバイス実現への道を開く研究を推し進めていきます。